あ、皆さんおはようございます、佐藤誠です。今日ここはですね、あの線路の交差点なんですけど、ケーズ電機のところまでね、こう新しく道路できたじゃないですか。で、まあそういう影響もあってかね、ちょっとこうこの辺のね、こう車の動きっていうのがこう変わったわけですよ。で、何人かから本当によく聞くのが、あっちのね、なんだ、あの線路を渡ってこうね、越えてきて、こう線路の交差点をこう右折してね、こう宇都宮に行くっていう方がもうえらい混んでて、もうなんとかしてくれっていうわけですよ。で、やっぱりそういった時にね、この鹿沼街道をですね、こう早期にこう4車線化しようっていうのね、やっぱこれにね、最終的には尽きるんだと思うんですよ。あの信号のね、変わるタイミングを変えたり、あとはあのケーズ電機までね、もう道路広がってもう整備できてるんだから、そこだけ4車線化にするとか、こういろいろやることはあると思うんですけど、でもやっぱりね、根本的にはね、この道路を広くね、早く抜いて、宇都宮にね、通ってるね、約1万人の方々に対してね、だって9万6000人いて1万人が宇都宮通ってるんですよ。こう10人に1人じゃないですか、極端だし。そういう人たちにとってね、もう毎朝ね、こう当たり前のように混んでるっていうね、これをね、こう解消してあげるために、もっともっと政治がね、行政に対して訴えていくっていうのも、これこそね、本当にね、政治の仕事だと思うんですよ。で、人間っていうのはそのね、悪い状況でもそれに慣れてしまって、こう当たり前になっちゃうじゃないですか。そうするとこの、ね、鹿沼街道で通ってる1万人ね、弱の方だって、場合によっちゃね、もうこの渋滞が当たり前だと思って何とも思わなくなっちゃってるっていう、これもね、もったいないことなんですよ。ですから、これね、この鹿沼街道を早期に通していくことがね、通していかないことが課題でありね、これ通すことが可能性であるっていうことも、これを市民にね、もっともっと伝えていくっていうものもね、行政に対して安静公正もいいけど、あえてね、商売で言ったらね、有権者っていうのは政治家にとったらお客様じゃないですか。お客様にね、こうやっていくことがこれからね、消費者にとって、有権者にとって、納税者にとっていいことなんですよっていうね、その可能性にね、と課題に気づいてもらうっていうのも、これ一つのね、政治の役割なんだと思っております。本当にね、鹿沼街道ね、だってケーズ電機のとこまで上野町から 1.5 キロが最低でも10年前からやってましたよね。と 1.5 キロが少なくとも10年かかってたら、この線路の交差点から宇丹台のところまで3キロ先あるんですよ。じゃあね、もう20年30年かかんじゃないかと思っちゃいますよね。そしたらもう30年経ったら、もう僕年金もらっちゃってんですよ。で、その頃やっと道路通りました。じゃあもうね、もう遅いって言いたいんですよね。ですから、みんなでもっとね、この鹿沼街道のね、この早期の4車線化、ぜひね、ご賛同とね、ご理解ね、いただきたいなってね、強く、訴える次第であります。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。それでは皆さん、お気をつけて、いってらっしゃいませ。ありがとうございました。本当にね、鹿沼街道ね、頑張りましょう皆さん。